赤ひげ診療団山本周五郎うぐいす馬鹿一俗に伊豆様浦と呼ばれるその一帯の土地は松平伊豆守の,の広い中屋敷と寛永寺の塔中に挟まれてほぼ南北に長く伸びていた。 表通りにはわずかばかりの商店と花や赤桶を並べた寺茶屋があるほかは商家のつつましい引卓とか囲いもの通い番頭などの静かな下田屋が多くだが五筋ある路地へ入るとどの路地も左右の胸割長屋が軒を接していて慣れないものには うっかり通ることができないほどいつも薄暗く狭くそして飛び回る子どもたちでごたごたしていた個数は全部で47あるがすっかり壊れて人の住めないところが12個もありそのほかにも借り手のない空き棚が7個か8個あるので実際の住人は27か8家族 合わせて150人から1780人を前後していた。安本昇が居城の友でその長屋へ行ったのは、うむいす馬鹿と呼ばれる男を診察した時のことであった。9月中旬の風の強い日で、5か所を改新した後だから、もう日は暮れかかっていい、路地の中は たの煙でいいっっぱいだった「無論巨匠はもうなじみなのだろう尊敬を込めた挨拶や親しげに呼びかける声が強い風にあおられる炊事の煙の中で右から左からとほとんど絶え間なしに聞こえた」「一度などは屋根の上から呼びかけたので案内に立っていた左配の右兵が叱りつけた」 そんなところからなんだ。やすけだなあ、このバカ野郎。と、右兵はうなった。屋根の上から先生に声をかけるという法があるか。馬方をしていたってそのくらいの礼儀は知っているだろう。降りて来い。屋根が飛んじまうがいいかい屋根がどうしたとこの風だよ、右兵。 屋根の上の男が怒鳴り返した。よこっちゃいけねえよ、はいさん。今のウヘーっていうのはお前さんの名前じゃあねえ。恐れ言った時の合いの手だからね。ウヘー。ふざけるな、この野郎。上がってきてみな、わかるから。と、屋根の上の男が怒鳴った。この屋根は半時もめえからバキバキいってるんだ。 俺がこうしておもしになっているからいいようなもの、俺がどいてみねえ。いっぺんにひんまくられて飛んでっちまうから。巨匠が笑っていった。ヤスするとお前は、風のやむまでそこにそうやっているつもりか。どうもしようがねえ。と、屋根の上の男が言った。ちんが溜まってるし、この長屋を出るあてもねえんだから、 まあ、わっちのことは心配しねえでおくんなさい、先生。呆れた野郎だと、右兵が言った。そんなことを言って、屋根を踏み抜きでもすると承知しねえぞ屋根の上の男が何か言い返したが、右兵という言葉しか聞き取れなかった。右兵は下打ちをし、まだ狭い路地の中でふざけている子供や、 軒下で魚を焼いている女房などに小言を言いながら、居匠たちを十兵衛の住居へ導いていった。十兵衛は四十一歳、おみきという妻に乙女という七歳の女の子があり、十兵衛は古くから小間物の行商をしていた。曝露町に森口屋といって、足袋、桃引き、小間物などの卸屋がある。 十兵衛はその店で勤め上げたが、二十一でお礼奉公の終わるちょっと前、女に騙されて、かなり多額な金を使い込んでしまった。それで、のれんを分けてもらうこともできず、十年近い方向を水の泡にして、その店を追われた。店の主人の情けで、縄付きにはならなかったが、それから五六年の間は、食を点々と変え、 そば屋の出前持ちなどをしているときに、おみきと知り合って夫婦になった。世帯を持つとなると腹も決まり、暴露町の店へ行って事情を話した。森口屋の主人は承知をし、60日限りで品物を貸してくれることになった。それから約15年、市中は言うまでもなく、守引き外まで、 品物を担いで根気よく商売して歩いた。十五年という年月、ただもう根気一つにしがみついて稼いだが、三人生まれたこの上二人が、一人は五つ、一人は四つで死に、おみきの産後が悪かったりという具合で、未だにこの長屋から出ることができなかった。ところが、つい七日ばかり前、 娘の乙女を連れて銭湯へ行ったところそこで急におかしくなってしまった乙女を裸にさせ一緒に流し場へ入って行くと乙女が足を滑らせて転んだその途端に十兵衛は脇で体を洗っていた男を殴りつけた男を殴りつけておいて娘を抱き起こしながら十兵衛は落ち着いた声で乙女に行った それ見ろ、お前転んだりするからよそのおじさんが心配するじゃないか気をつけて歩きなその様子があんまりおかしいので殴られた男は怒ることも忘れあっけに取られて眺めていたというそして銭湯から帰ると一尺四方ばかりの板切れを探し出し買ってからメザルを持ってきて 部屋の隅のかもいのところへ板を渡し、その上へメザルを伏せて座り込んだ。何のことだかおみきにはわからない。どうしたんですかと聞くと、しっと静止し、声を潜めてささやいた。静かにしな、千両のうぐいすだ。うぐいすですってとうとう手に入れた。ほら、泣いてるだろう。 あれが千両のさえずりだ。十兵衛は鴨居の隅を見上げ、いかにも嬉しそうに、そのうぐいすの声に聞きほれながら、おみきに向かってささやいた。これでやっと貧乏もおさらばだ。それから今日まで、十兵衛は稼ぎにも出ず、寝るときと食事をする以外は、座ったままじっと、 とめざるを眺め続けている時には夜中に起き上がって心配そうに耳を傾けすぐ安心したように一人うなずいてそのまま朝まで座っているなどということもあったおみきが稼ぎに行ってくれるように頼むと彼はけげんそうな顔をし「もうそんな必要はないこのうぐいすが売れれば俺たちは一生安楽に暮らせるんだ」 繰りりかすばかりであった。「以上のことは差配の右兵から聞いたのであるが十兵衛の住居へ行き巨城が診察してみるとどこにも疾患と思えるところが見つからなかった巨城に促されて登も見た登は竹蔵に提灯用のろうそくを出させそれに火をつけて十兵衛の瞳を調べた。 お前さん方は私を気違いだと思っているんですね。と、十兵衛は憐れむような口ぶりで言った。お気の毒だがそれは見当違いだ。私は生まれてこの方、一度もお医者の世話になったことのない人間ですからね。こんなことをなすってもまるっきり無駄ですよ。その時、郊外で、いやーい、泥棒 という子供たちの声がした。三人か四人ではやしたてているらしい。長次の盗人とか、蝶の野郎、やっつけ島へなどと叫び、ガタガタとどぶ板を踏み鳴らす音が聞こえた。またやってやがる。上がりかまちにいた右兵は舌打ちをしていった。どうして、ああ、蝶ばかりいじめるんだか。 うのねえガキどもだ。そして路地へと出て行った。診察を終わったのぼるは居城に向かってそっと頭を振った。居城はカモイの方を見上げた。すっかり暮れてしまったらしいし、暗闘がすすけているため家の中は陰気に暗かった。貧しい家具に仏壇、他には大きな かくばった包み、商品であろうが三つつんであるだけの、がらんとした部屋の一隅のかもいに渡してある板と、その板の上に伏せてあるメザルとがぼんやりと見えていた。あそこに、巨匠は十兵衛に聞いた。あのメザルの中には何がいるんだ じゅうべいは静止しそれから声を潜めていった「そんなバカな声を出しちゃ困りますよ何がいるかってお前さんには見えないんですか俺には何も見えない」「目が悪いんだなあそうは見えないが」と言ってじゅうべいは片手の指を立て頭をかしげながら巨城にささやいた「そらあれです」 目が悪くっても耳は聞こえるでしょう。そら、あれを聞いてください。聞こえるでしょう。巨城は黙っていた。千両のさえずりですよ。と、十兵衛は巨城にささやいた。もうすぐ買い手がつくはずです。巨城はまもなく立ち上がり、また来てみようと、おみきにささやいてから土間へ降りた。 そこへ武兵が戻ってき、一緒に路地を出たが、外はもう夜の景色で、竹蔵はちょうちんに火を入れた。今、長寺の泥棒と騒いでいたようだが、と、通りへ出たところで居城が聞いた。いつか見た、五六吉のところの子供か。さようです。と、右兵が答えた。どうもこの長屋に、 悪い女が来やあがって、いろいろ余計な口を聞くもんですから、金棒引きのカカアやガキどもがその尻馬に乗りましてね、弱い者いじめばかりしてしようがありませんや。五郎吉の神さんは、あれから達者か。何しろあのくらいですから、寝ているわけもいかねえんだろうが、まあ、どうやらやっているようです。 右兵は言った。時に、十兵衛の様子はいかがでしょう何とも言えないな。と言って巨城は吹きつける砂ぼこりから顔を背けた。時々この安本をよこすが、もう少し様子を見てからでないとわからない。とにかくあれ以上ひどくなるような心配はないだろう。そして巨城たちは、 人についた。